今日は最近爆竹さんのファンになった方がオリジナルアルバムを全部揃えたとして、それでも手に入らないシングルのカップリング曲についてお話ししたいと思います。まあ、どうしても聴いてほしいおすすめ曲っていうのもありますので、ぜひ最後までお付き合いいただければと思います。最近こういう資料を用意してお話しすること多かったんですけども、今回は話しながらこの資料を整備していくような形を取りたいと思いますので、若干配信っぽくもありますし、まあ後で聞く方はラジオみたいな感覚で聞いていただければいいかなと思います。なので僕もお酒でも飲みながら、まあちょっとゆっくりやりたいと思います。改めましておはようございます、こんにちは、こんばんは。青森に住む爆竹大好きおじさん的な人ゆうきと言います。52歳です。で、爆竹さんのジャストワンモアキスがテレビで流れてた頃からファンをずっと続けてきましたので、まあ特に音楽的に詳しいわけではないですけども、まあ古い知識を使ってお話ししたいと思います。どうしようかな。アルバムに収録されている曲を1、されてない曲を0っていう風にフラグを立てていこうかな。このインディーズ自体のトゥーサーチは僕もよく知らないのでパスとして、ジャストワンモアキスはアルバムに入ってる、トゥーサーチはアルバムに入ってなくて、これはそれこそ本当にぜひ皆さんに聴いていただきたい曲ですね。爆竹さんってなんていうか音楽のジャンル、今ちょっとウィキペディア見てますけども、まあ、ロックだ、ニューウェイブだ、ビートロックだって、こういろんなジャンルやってて、僕はその辺のジャンルの詳しい区分けっていうのは分かんないんですけども、なんかこのトゥーサーチって爆竹さんね、他に全くないような気がするんですよね。かなり面白い曲なので、ぜひこれはめちゃめちゃおすすめです。はい。それから悪の花はアルバムに入ってる、アンダーザムーンライトはまあアルバムに入ってなくて、これは何だろう、ファンの中では幻の曲みたいになってる曲で、まあもしも手に入るのであればバージョン2015っていうやつを聞くと音がクリアで今風になってるかと思います。はい。でスピードはアルバムに入ってる、ナルシスもオリジナルアルバムには入っていないけど、これもめちゃめちゃね、いかにも星野さんという感じの曲と桜井さんの詩でなかなかおすすめの曲です。はい。MAD、モンスターアタックダイナマイトはアルバムに入ってる。エンジェリックカンバセーションは、タブーに入ってる曲のセルフカバーになるんですけれども、エンジェリックカンバセーションって言って皆さんが思い浮かべるのはこちらの方だと思います。一応アルバムには入ってますね。はい。ジュピターもアルバムからのシングルカットでしたし、桜も同じく。ドレスもアルバムに入ってます。で、6月の沖縄は、これまた先ほどのナルシスと同じで、星野さんの曲でアルバムには入ってないけども、まあすごくおすすめの曲ですね。星野さんの曲ってなんかこう温度とか匂いを感じさせる曲が多いですよね。はい。ダイはアルバムに入ってる。ダーカーザンダークネス、これライブバージョンでダイと入って、これはまあちょっと別物ということで、まあ評価対象外にしておきましょうか。後で集計するので。はい。歌はアルバムに入ってますね。君へはアルバムに入っていなくて、これもなかなか独特の曲ですね。鼓動はアルバムに入ってる。楽園も入ってる。ちょっと画面スクロールしようか。で、これは再販の話なので、あのちょっと逆回転したコーランだったかな、使ってて、それが問題になって回収して再発売したバージョンですね。これもアルバム。見えないものを見ようとする誤解、すべて誤解で、これアルバムに入ってるんですけども、アルバムと歌詞が違うんですよ。確かアルバム69作った時って全然時間が足りなくて、桜井さんが納得してなくて、詞を書き直して、アルバム収録が夜バージョンで、こちらが朝バージョンだったかな、昼バージョンだったかな、まあそういう位置づけになってますので、まあアルバムに入ってるんだけど全く詞が違うので、これはちょっと評価別にして2にしておきます。で、君のバニラもアルバムに入ってるんですけど、全くちょっと別物のミックスなので、これはこれで面白いのでぜひ聴いていただきたいです。はい。で、キャンディー、これもねなかなか難しくて、キャンディー自体はアルバムコスモスのシングルカットで入ってるんですけど、これもかなり違うので、両方聴いてみていただきたいですね。もうリアルタイムで体験した人は先にこのシングルのキャンディーを聴いて、すごい覚えた後でアルバムのキャンディーに出会ってちょっと戸惑ったんですよ。
めちゃめちゃノイジーになってて戸惑って、まあ先にアルバムのコスモス聞いちゃうとなんか拍子抜けするかもしれないんですけど、最初にシングル慣れててアルバム聞いた時には戸惑いが大きかったですね。ノイズまみれで聞こえないじゃんみたいな感じはありましたね。はい、でチョコレートはアルバムに入ってる、ヒロインも入ってる、螺旋柱も入ってる、ささやき、まあ入ってるか、タナトス、これミックスなんでこれは評価対象外にしましょうか。マイファッキンバレンタインも評価対象外として、月増言動も入ってるけど、まあ月世界がアルバムに入ってなくて、これはアニメの主題歌にもなって超おすすめですね。かなりじっくりした曲です。で、マイベイビージャパニーズ、これもですねアルバムに入ってないんですけど、実は同じくシングルのカップリング曲として後ほどタイプ2が出るので、これちょっとあえて対象外にしますね。無知の涙、これがちょっと問題作で、ホットリミックスっていうのは布袋寅泰さんがリミックスを担当したっていう曲で、布袋さんのファンはぜひ聴いてください。ただ爆竹のファンの方にはあまりおすすめするものではないかな。というのも桜井さんの声は使ってるけど、演奏は一切爆竹さんのメンバーの演奏を使ってないっていうリミックスなので、もうリミックスっていうのかな、そういうの。はい、ブランニューラバーはアルバムに入ってなくて、まあおすすめ。ダウンもアルバムに入ってないおすすめ。アサイラムガーデンもアルバムに入ってないおすすめ。まあアルバムに入ってない曲みんなおすすめって言っちゃってますね。ほとんど意味ないか。まあとりあえずみんな聞いてください。とりあえずアルバムに入ってないよっていうのだけこうマーキングしていきます。ミユはアルバムに、あ、ごめんなさい、アルバムに入ってなくて、パラダイスも入ってない、グラニューラバーカスタムはこれまあミックス違いか。はい、グラマラスはシングルはアルバムカップの曲、トランスもアルバムに入ってる、入ってない、21ストチェリーボーイは入ってる、バラ色の日々は入ってない。バラ色の日々っていう曲とラビアンローズっていう曲があって、時々こう悩むんですよね。で、曲頭より愛を込めてはアルバムに入ってます。キングダムも入って女神も入ってる、残骸入ってる、ガールも入ってる、幻想の花は入ってない名曲、そう、ノクターンアルバムに入ってないんですけど、これはね超おすすめなんで、なんならこのカップリング曲の中で一番のおすすめがこのノクターンで、本当に僕初めて聞いた時惑星がひっくり返るかと思うぐらいこうびっくりしたいい曲なので、こう雨が降る音を擬音としてパララっていう表現にしたっていうのも今井久志さんすごいなって思うし、ぜひ聴いてみてほしい曲です。で、幻想の花、これちょっとライブバージョンを対象にして、ロマンスはアルバムに入ってる、ディアボロも入ってる、ドレスはこれまあアニメの主題歌になった再販ものなので、はい、ここら辺はまあみんな一緒に扱って、カゲロウはアルバムに入ってない、アニメの主題歌なんですけどね、ブツセミも入ってない、ランデブー入ってる、マイアイズアンドユアイズ、ここね、マイアイズアンドユアイズとタイトルオープってどっちもこの時代セルフカバーなぜかやったんですよ。で、これに関してはあまり評判が良かったとは言いづらい部分はありますね。で、これちょっと2にしておこうかな。一応アルバムにある曲だけども全然違っちゃってるので、まあ聴いてみてもいいけれど、なんか My Eyes and Your Eyes の独特の流れがちょっと普通の曲になった、テンポ遅くなってじっくり聴かせるようになったけど普通の曲になったっていう印象はちょっとありますね。で、Alice in Wonder Underground はアルバムに入ってます。タイトロープもまあこれはアルバムに入ってますけど、これもセルフカバーでね、まあまあこれは My Eyes and Your Eyes に比べるとまだアルバム収録曲に近いっちゃ近いのかな。はい、Heaven も入ってる、真っ赤な夜も入ってる、Galaxy入ってる、セレナーデ入ってる、六段上ビューティー、これもちょっと全然別物です。さっきの、シングルのキャンディーとアルバムのキャンディーぐらい違うっていうかね、
だいぶこう印象は違います。でブルーは入ってない、かなり珍しい曲ですこれ、はい、天使は誰だのライブバージョンこれ、はい、口づけは入ってる、陽月入ってる、はい、口づけテレビサイズっていうこういう珍しいパターンもあります。エリーゼも入ってる、夢見る宇宙も入ってる、そうセインはタイプ2、これもまた超おすすめなんですけど、あのアルバムコスモスにセインっていう曲があって、僕覚えてるのがコスモス出た時に近いうちにセイン別な形でお目にかかれると思いますって言ってたんで、2曲目のシングルカットセイン来るのかなって思ってたら結局なんか立ち消えになって、セインの新しい形って何だったのかわからないままだったんですけど、それから月日が経ってセインタイプ2が出たっていう、そのねコスモス発売後に喋ってたセインの新しい形とこのセインがイコールだとも思わないんですけど、まあこのセインはおすすめですね。あこれゼロじゃないか、あいいのか、ゼロでもいいのか、アルバムと全然違う形なので、うん、原曲のセインがね割と序盤抑制が効いてるところからサビでパッとこう開放的になるというかな、その落差が大きい曲なんですけど、このタイプ2は最初から疾走感があってダーって続いてかっこいいけどちょっと味わいとしては変わりましたね。はい、ミステイクはアルバムに入ってる、オンリーユーも入ってる、マイベイビージャパニーズタイプ2さっき出てきましたけど、これはぜひ聴いてほしいです、かっこいいです。これね星野さんの曲なんだけど、今井さんが作るノスタルジア的な曲の星野さんバージョンっていうのかな、そういう雰囲気の曲で、星野さんにしては珍しいタイプの曲かと思います。でラブパレードとステッパーズパレードはね、これはどっちも絶対何としてでも聴いてほしい曲です。ただアルバム収録かって言われると収録ではないです。刑事上流星入ってる、メランコリア、うん、これも微妙にアレンジ違いますけど、まあ、アルバムに入ってますね。これおすすめです。ビクティムスオブラブウィズ黒色スミレ、これもアルバムには入ってない。にしておいた方が、なんかここら辺の0とか1とか2とかの基準も曖昧ですね。僕自分でやりながらこうルール作んなきゃなと思いながらなんかフィーリングでやっちゃってますけど、まあビクティムスオブラブはいろいろ形を変えて過去からずっとやられてきた曲で。まあ、これはねちょっと企画ものなのでだいぶまあ派手ですけどこれはこれでなかなか面白い曲だと思います。ニューワールドは入ってる、デビルスウィングスタイプ2も入ってる、バベル入ってるでしょ、ムーンさよなら教えて、卓球石のリミックス、これはムーンさよなら教えてが収録になったというか、ムーンさよなら教えて次に発売になるんですけども、リミックスが先に出るっていう新しいこうチラ見せみたいな感じで出たんですけど、全く原型とどめてないですなのでこれはまあそういう石野卓球さんとかが好きな方が聴けばいいと思います。ただ爆竹さんっぽいかって言われればちょっと、うん、違うものですねはい、これは入ってるでしょ、サロメ、まあ、サロメも入ってますよね。で獣たちの夜入ってる、ロンドは入ってないけどゲゲゲの鬼太郎のアニメエンディングテーマなので何としてでも聞いてくださいっていうよりは聞いたことある人が多いような気もします。で獣たちの夜も入ってる、打天使入ってる、ルナパークは入ってない、ムーンライトエスケープ入ってる、コゴエル入ってる、ゴーゴー BT トレインが実は入ってなくて、恋も入ってなくて、歌のバージョン2021とジャストワンマーケースバージョン2021、これはちょっと聞いてほしいなーって感じですね。まあジャストワンマーケースに関しては思うところいろいろあるんですけども、それは前なんか動画で話した気もしますね。太陽とイカロス入ってる、で最後名もなき私、これもアルバムに入ってるんですけど僕はむしろこっちの方が好きかもなー、なんとも言えないですね。アルバムの中に入れるんだったらやっぱりアルバムに入ってるやつがいいし、単純に1曲曲として聴くのであればこっちの方が好きかもしれないな、まあ、最初に聴いた印象、アルバムより先にこっち聴いてるので最初に聴いた印象っていうのも大きいかもしれないですね。で無限ループ入ってる、これ無限ループリープは
リミックスなので、まあ大紹介として、はい、こんな形ですね。なので収録している曲、まあいわゆるアルバムに収録されてる曲、はい、そうですね、大体、まあもちろん表題曲でも収録されなかったものもありますけれど、大体ね、アルバム買ってればこの表題曲は大体は聴けるっていうことですね。で、むしろ聴けない曲が、トゥーサーチ、アンダーザムーンライト、ナルシス、6月の沖縄、君へ、月世界、ブランニューラバー、ダウン、アサイラムガーデン、ミュー、パラダイス。ここら辺ちょっと、マーキュリー時代のはオリジナルアルバムではあんまり聴けないですね。で、パラダイス、トランスパラ色の日々、幻想の花、ノクターン、はい、カゲロウ、ツミ、ブールー、セイン、タイプ2、マイベイビージャパニーズ、タイプ2、ラブパレード、ステッパーズパレード、ロンド、ルナパーク、ゴーゴービーティドエン、恋。こうしてみると、こう、ロンドとか、カゲロウ、ウツセミとか、まあ、月世界も、アニメ主題歌になったものって意外にこう、アルバムでは収録されてないっていうことがわかりますね。はい、この辺また近いし別な形で酔っ払ってない時に何か思いついたら補足でお話しすることもあるかもしれませんので、よろしかったらまた、ご覧ください。では、ピース。